ポッドキャストでも配信していますゴールデンラジオのメインコーナー大手家メインディッシュ今日のゲストは中央口論新社から著書老後の家がありませんシングル女子は定年後どこに住むが好評販売中ライターで編集者の本沢香菜子さんですこんにちはこんにちはよろしくお願いしますはいようこそいらっしゃいました本沢です住宅大好きなもんですから、はい、住宅が大好きなものでこんな本まで書いてしまいましたあの 子供の頃には、はい、なんかあの住宅のチラシをずっと見て。はい。はい。そうほど、お育ちんだ。いい、ね、あの、昔は新聞本紙に、よく住宅の広告載ってましたよね。あれこう間取りず切り抜いて、簡単に貯めて、<笑><笑><笑>あれが私の最大の宝物でした。そうですか。は会社員時代から、いろんな物件に住んできて、もう十二を超える物件に。 そうですね。でもほとんどが賃貸で一回しか買ったことがなくて、まあその買ったのも後に売却してしまったんですけど、いろんな事情がありまして。あそこはあのどんな事情かあんまり話せないんですか。あのとても黒歴史なので、ぜひ本読んでいただければと思います。その下りを読んでですね。あのぜひ今ちょっとね住宅買おうかなと思ってる人は。 あのくだりは読んでででほしいすすねねそう買ってはいけないのオンパレードみたいなことになってるのでこういう失敗の可能性があるので気をつけましょうっていうふうに教訓として読んでいただければと思います大変失礼ですが帯に57歳こなし限りなく無職に近いフリーランスこの悪条件で老後まで住み続けられる家を見つけられるのかと。 見つけられるのかって言っていたそれ取材した当時の年齢なのでもう今58になってるのいやごめんなさいいやいやいやえっといやでもまあフリーランスでシングルで最もこまなくかなり心配なかなり大変な感じですねまあ世の中のシングルで働いていらっしゃる方も たくさんいらっしゃいますしね。私、50歳で前の会社を早期退職で辞めたんですけども、辞めたときは全然心配してなかったんですね、そんな景気も悪くないし、悪いとはいえ、家賃分ぐらいならなんとか稼いでいけるんじゃないかと、比較的楽観的に思ってて、で、賃貸に住んでました。ところががコロナ 起きましたとなったらコロナで仕事はストップしちゃってライターとしての仕事はほとんどなくなっちゃって私副業でっていうか基礎収入で大家業してたんですけどもその家賃収入の方も田子が倒産しちゃったり出てっちゃったりである月はいつもの月の2割しか。 収入がないってことになっちゃって、はい、収入2割ってことは当然自分の家賃を払うためには貯金とか、はい、投資したお金を現金化するとかして払わなきゃいけないんですよね、うん、やばいって思ってこれがいつまで続くんだろうはい、はい、コロナ禍ですから田子がいつ次の人が入るかもわからないし倒産しちゃったら裁判が決着するまで私はどうにもできないわけですよ、うん、なるほど、うん、このまま持ち出しばっかりが増えるってことは、うん、私は定年定年後っていうか、うん、えと老後の住まいに関しては65歳の年金をもらうことになる頃に 考えればいいかなと思ってたんですけど、いやいやいや、それどころじゃないと、もう今、老後の住まいを考えて、今のうちに、まだ財力があるうちに、貯金があるうちに、買うなり、もうちょっと家賃の安いところに住み替えるなり、しなきゃいけないんじゃないかって、はたと思い至ったっていうのが、そのコロナの頃なんですけど、ちょうどその頃ろ、2020年の11月に、はたがいで女性が撲殺されちゃった事件って覚えてらっしゃいますバス停ね 彼女当時64歳だったんですけど、うん。 私からするとほとんど同世代というかあんまり変わらないで,で彼女の報道によるとですけど地方から出身で東京出てきてご自分でちゃんと働いてバブルの頃とか結構華やかな生活をしてらしてでもえと,とにかく誰の頼りにもならずに生活保護を受けずに自分で働いて何とかしていこうと思っていったらコロナで仕事がなくなりアパートを追い出され路上生活をしてたら見知らぬ誰かに殺されちゃったっていうあこれは。 独身で賃貸住まいの、うんうん、夫も子供もない,いないフリーランスの女の末路なのかと思ったら、うんうん、恐ろしくて怖くてあ私ちゃんと老後の家のことを今から考えなきゃいけないと、うんうん、当時50代半ばにしして思いましたね、うんえー、ご本人もありますけども、はい、あれですよね、あのーまあ、普通の年金普通の収入だと,、えー、と大体平均で年1 万円ぐらい今これまで働いてきて厚生年金をもらっている女性の平均が190万なんですねでも190万しか年金もらってないわけですよ。そうすると例えば年収200万だとどのぐらいを家賃に回せるかっていうとこの200万だとしたら25%なんで月6万6千円のところに住めって話なんですけどないでしょ都内で 月万千っっててどこいいう感じですよ、うん、いやもちろん探せばありますよ、はい、古いとか駅から遠いとか、はいはい、でも、うん、今多分働いて住んでらっしゃる方々って家賃10万円ぐらいのところには住んでらっしゃると思うんですよ、はい、都内だと。はい、でそういうい方たちがえ 自分は年金生活になったら6万6千円のところに移り住まなきゃいけないのって多分ショックだと思うんですけど、うんうん、でも今現在厚生年金をもらっている方たちが190万しかもらってないってことは物価スライドとかありますけれども、うん、将来年金どうなるか分かりませんが、うん、多分今もらっている人よりも多くもらえるとは思えないんですよねしかもそもそもが女性の年金が少ないのは男女賃金格差があって。うんうん 現役時代に賃金少ないわけだから、それはもらえるのも少ないですよね、なので、多分同じ単身者でも、独身の男性は年金暮らしになってもなんとかなるかもしれないけども、独身の女性はなんともならないだろうっていう未来が透けて見えるわけです、かつ、今、私と同世代の50代の女性は3割が独身、バツイチ、または今までずっと独身、独身で単身者の50代の女性のうちの8割が借家住まいなんですね。 この人たちがみんな65過ぎたときに一斉に家に困ることになったとしたらどうなるんだろうっていや政府考えてるかって思っちゃうんですけどもあの年を取ると部屋を賃貸で借りるのもなんか今とっても借りづらいっていう。はい、難しいと聞きますよね。 あれは本本当当なんでですすからしいただ、もちろん、まだ今、私は取材したとき、57歳ですから、57歳の私が不動産屋さんに行くと、大丈夫です、まだ借りられますよって言われるんです、ただし、75歳までですね、だから75歳の前に、ここにずっと住んでやれっていうところを狙い定めて、住んでくださいって言われましたちょっとあんまり先がなんか暗い感じになって。 今ねそ女性、うん、まあ実はもう何十年も前から単身女性の貧困ってすごく問題になっていて、うん、それはもうずっと解決されないまま今も変わらずあるんですけどそれがあの今回のご本の中では本当にその、えー、住宅事情っていうでしかもご自身のね部屋を探すっていうところからその詳しくリポートされていてでこれを読むとかなりのだからその今おっしゃったようにねかなりの数の,その単身女性がそのま住まいの貧困に陥る老後 っていうのが全くその紙一重のところにあって全く一言事とは思えない条件状況の方がたくさんいらっしゃるってことがよく分かる本ですね。今までは、まあ、女性は男性と結婚してその人に養ってもらってるから、うん、その夫の、ね、年金とかいろいろあるだろうと。はい、であの、まあ、基本的にその女の人が一人で暮らすなんていうのはないだろうっていう設計になってるじゃないですか。不動産市場もも、ね、それれから国の,その住宅政策もうこれ ここれれえなくちゃいけませんよねそそだから、UR、最後の砦の UR なんですけどもこ、うん、ちらは UR は昔の講談ですね UR は誰でも借りれるんですよお金さえあればかつ例えばその探せばですけども、えー、とそんなに高くないお部屋も例えば月3万円とか4万円で借りられるようなお部屋も、うん、UR の中にはあることはあるんですけどもただし UR って、やっぱり物件が大きくて、家族持ち物件の物件が多いんですよ。で、家族の数によって借りられる物件が変わるので、単身者向けの物件がそんなにないんですね。そうすると、例えば都内だと、たまに歌うの中に UR あるぞって言っても、単身者向け物件はそんなにないので、一人だと物件が空きが出ないんですね。もちろんだけど、空きが出さえすれば、そこにすぐ申し込みるだけの手元の資金をいつでも用意しておけば、 いつでも現金さえあれば UR、L、貸してもらえるんですが問題はなかなか空きが出ない特にその単身者向けの設計をしていないのでこれから例えばだから国はあの単身者が増えるということを見越して単身者向けの住宅を公的な住宅を増やすなりしてくれないときっともうあと15年とか20年後には え路頭に迷うえ単身ででも現役時代はずっと一人で会社に働いて国に税税金を納めてきちんとしてきた人たちが路頭に迷う人たちがいっぱい出るっていう可能性があるかなと思います。あの元沢さんはえっ、ー、と1960年代生まれでいらっしゃいますけど、そのまあ私はあのまああえて世代論で言うとその一つ下の世代でね、いわゆる段階ジュニア世代と呼われる世代なんですけど、この世代はあのまあ非正規で働きながらそこう中高 5年になっていく人たちがたくさんいて、うんうん、で、単身の方もたくさんいらっしゃるんですよね。うん、これはあの男女ともに就職氷河期だった頃ですよね。うん、そ,うそ,うそうすると、その方々が、はい、そのまあ、60代70代になるにつれてですね。はい、まあお一人で住まいに困る方っていうね。はい、人数がもう劇的にこう。はい 増えること見えているので、うんね、今から国がね、政策を打たないと間に合わないですよね。うん、ですよね、でうん、それこそようやく最近になって、国もあの地方にいっぱい空き家とかありますから、うん、空き家とあの住めない、うちが住みたくても住む場所がないって人たちにマッチングしようって話は出てたりするんですけども、うんうん、ようやく話題に上り始めた頃で、うん、まだあんまり、うん、大きい政策としては課題になってないですよね、うん、今の話は、こう、まあ、年金で、 190万円で、えー、暮らすとあの僕たちはもっと上の世代なんですけど、はいまあ、年寄り中も結構貧乏なやつ多くてですね、はい、えと私の知ってる場合だと、まあ、あの国民年金で、まあ、私もそうですけど月6万円ぐらいなんですわ。はいはい、で月6万円でその収入だけじゃもう絶対暮らせないと。だからみんなもう 爺さんたちみんなバイトをしてる、はい、わけですわ。はい、でバイトとその両方でギリギリっていうのがあのまあ今の爺たちでもそんな状況ですから。彼らは持ち家を持ってらっしゃいますよね。うんうん、あの家賃ないのもいるんです。家賃払ってらっしゃる方もいらっしゃる。六、はい、万五千の家賃払ってるやついますけど、<ー>はい、もうギリギリ。 ま、ね、あただそのただ今の話だと、はい、こう年金が190万円だと、はい、でも働かないわけじゃないですよね。あまあ、だから結局ずっと働き続けなきゃいけないことになると思うんです,です働ける限りは。うんうん、ででもそこがまたこうジレンマなんですけど、うん、働く場所があるのは。 多分東京とか首都圏でねは家賃が高いんですよ。で空き家がいっぱいあるのも郊外とか田舎なんですよね。郊外とか田舎に行けばうちがあるじゃないかって言われても嫌だからそこ行くと働き口がないじゃないかって話なのでじゃあうちがある場所で働き口もあってってなると多分やっぱり首都圏にとどまらざるを得ないのかなと。そそしたら例えばの 60歳定年、ねまあ、もしくは65歳まで働いて頑張って働いてその後悠々自適の健康寿命の間もう少しこうなんか引退後は自分の好きなことやっていきたいわとか思ってたとしてもそんなことを計画してられませんよと悠々自適の時間はなくて施設に入んなり病院に入んなり最後健康寿命がつくるまでの間はずっと働き続けないと食ってきませんね暮らしてきませんねっていうことになりそうだなと思いますね。 それはちょっと。ご本<え>の,の中にね、うん、あの出てきますけれども、うん、あの結構不動産屋さんの中には、うん、最近はもうずっと賃貸の人も増えてるんですよはい、はい、とい、うん、う方もいるそつまりまあ、うん、もう元へ持ち家をそのある程度若い時に買って。 でローンも完済してとりあえず住む場所に困ることはないっていう人だったら老後の、ね、収入がだいぶ細ってもあの路頭には迷わないとところが、うん、あのもう持ち家もないしこの先も持てる余裕もないだから一生賃貸だっていう人も増えているんだと、うんうん、不動産屋さんが言っていた、はいはい、不動産屋さんは言ってましたし、うんうん、実際それこそ今その小島さんがおっしゃったように非正規雇用が多い世代になると買えないですよね。 そうすると現実的に賃貸でずっと住み続けるしかない,選択肢がない選択肢がなかったと思うんですけどそれから今の若い20代とかにやってみるとえ今やもう物件価格があまりにも高すぎてパワーカップルじゃないと買えないじゃないですかト共働きで2人ともすごい高収入じゃないとそう考えるとなんか日本でうちを買うという選択が結構なんか非現実的だなと。 にもかかわらず公的な住宅というと本当にこうえと生活保護の人向けみたいな県営住宅とか都営住宅とかえそういうところかえそうですそれぐらいしかないですよね。住宅っていうののはその まあ、多くの人は生涯賃貸で暮らすものなんだっていう前提で、うん、もう制度を組み直して、うん、そうセーフティーネットも含めて、うん、それからの物件の,、うん、あの作り方も含めて、うん、これは政府だけじゃなくて、うんそのま、不動産業界も含めて、うん、そのもうあの発想を変えなきゃダメなんだってことが、うん、この5本読むとよくわかりますよね。 ありがもうでも本当に、えー、不動産業界とかでいうとやっぱりその賃貸でちまちま稼ぐよりも、うんえー、売っちゃった方が稼ぎは大きいですしそれからやっぱり基本日本は今内需って言ったら住宅建設ですよね建築でとにかく作っちゃ壊しいそれで作って売って収入を得るってその。 建築業でなんとか持っている経済を考えると、うん、そこをストップさせるような施策は多分あんまり取りにくいんだろうと思うんですよねこのに出てきたの投資家がね。うん 新築マンションを投資目的で買って1回も住むことなく転売してお金をまた増やしていくっていう不動産に投資できる余裕資金のある人たちがさらにそうやって余裕をねお金を増やしてる一方で今おっしゃったようにもう新築なんか絶対買えないっていう人がどんどん増えてるっていうちょっとここは何か人の命に直結するものだから住まいってそう考えるとんか不動産業界ももうちょっとそのねビジネスのあり 変えて欲しいいなと思います,よ、ねすね、なんかだからそれこそ、うん、えと持ち家の施策だけじゃなくて、うん、その賃貸でどうやって暮らすかっていう話をもちろん国はやってるというかもしれませんけども老後にただ単に借りられない問題だけではなくてそれを借りて住まいつつ生活,どうやって、えー、生活をどう成り立たせていくかっていう家賃のことも含めて。うんうんうん それはもしかしたら公的な補助金だとかが必要かもしれませんし、うんうん、今も一部ではありますけれどもその、えー、と高齢者向けの有料賃貸みたいなでも、えー、件数も少ないですし、うん、結果的に今できてるものは、うん、結構お金を出せる人の物件ばっかりが高齢者用の賃貸住宅は市場に新しく出てきてるんですね。うんうん、そうすると、えー、そうじゃ中間層ののの人たち向けのものが 結局まあいろんな世代がそうですけども中間層向けけがスポッと抜けてしまう。低所得者向けのもあるし高所得者富裕層向けは民間がやるだけども中間層で一番ボリュームゾーンのところが自助努力ではどうにかしなさいってえっじゃあ貯金するしかないんですかみたいなそこはそここそ中間層こそ国としてこう。 考えてもらわないと、えー、それこそ今は8050問題っていうと80代の親は持ち家だから50代の子供をどうするかって問題になってますけどこれがちょっと世代が変わると親も賃貸で子供もも賃貸ででみんな賃貸でかつそこに介護が入ってきちゃったりするともうどうやって暮らしていけばいいんだって。 いうう問題が出てくると思うんですねでそれはもう多分始まってると思います、うん、一部でそ,その幸せが一番大きくなるのがシングルマザーああ。マザーだけではなく、はい、独身でずっといた人もしくはずっとやってきた人たちが、はい、こうその中間層失礼な言い方だけど、はい、中間層にとどまっている世代の行き場がなくなっちゃう。 そうですね、でもちろん、まああのうん、共働きだったとしても、えー、と両方ともが非正規の共働きだったりすると、うん、やっぱり家計収入少ないですよね、うん、そうすると多分貯金がでできなないいいから家を買えとうう状況は同じだと思うんです、うんうん、でそれこそ非正規同士のカップルだったらば年金もやっぱり国民年金しかないでしょうからそれはシングルでずっと働き続けたけど大変だって人と状況は変わらないかもしれません。うんえー、だから 結局、その、最初に、小島さんおっしゃったみたいに、うん、今、今までの国のモデルって、夫一人が働いて、大黒柱でいっぱい稼いで、会社勤めで、ね、会社勤めで。うん、で、妻は、専業主婦で、子供がいて、うん、みたいな、その、標準家族、うん、標準家族をモデルとして、いろんな設計がなってきたから、うん、そこから外れる人は、外れてしまった途端に、どんだけ、えっ、ー、と、人口としてはマスだったとしても、うん、施策がないっていう状況が、その、今やマスが、うん 老後になりつつあると、うん、なのでここで手を打たないと、うん、彼らがもう自分でどうにもできなくなるような年齢になってからでは遅いいではないかと、うん、それが住まいの問題に、ねうん、今も及んできてるっていうことですよね。うんうん、だからこの5本読んでるとね例えば本澤さんはえじゃ借りるのがいいのかな買うっていうのもありかな移住もありかなとかまあまあそのとにかくいろいろ試してるんですけど例えば、ね、銀行にね、うん、え融資の話なんかするとフリーランス だからダメですとかね。あのあとはなんかまあ単身だからダメですとかね。うん、じゃあその銀行が今までお金貸してたのは、うん、そのどっか。 信用できる会社に勤めてる人で女性であれば当然ながら結婚している人でとかって誰が信用できるか誰がまともな人かっていう銀行にとってお金を貸す相手の基準が極めて現実と乖離してるんですよね昔ながらのまあでもそれでも昔は女性を全く貸してくれなかった時代も1990年代前半まであったってことを考えると貸してくれるようになったのはウェルカムではあるんですけどもとはいえ 相変わらず信用力のある会社勤めであったりとか、うん、もしくは夫がいたり、うん、その場合は妻の信用力じゃなくて夫の信用力ってことになりますしねそれから子供がいるってなると親子ローンが使えるってなると子供がいずれそのローンを引き継いでくれるんだろうっていうことになるので、うん、いや結局女性自身女性に関しては銀行はあんまりいいお客さんだと思ってないんだろうなそう結局資本主義ってそうなんですけど お金を稼側えそ,ちがそちらがいい客だと思ってるかどうかうん、うん、で独身だったりフリーランスだったり女性だったりっていうのはっていいいお客さんじゃないわけです、うん、でそれを会社員だった時にはそんなに自分がまさかいいお客さんじゃなくなると思ってなかったのに、うん、フリーランスの立場でその銀行さんと、えー、住宅ローンどうですかって話をしてみると、うん、あ私は一昨日いや上がりだったんだっていうことをこう 目の前に突きつけられてショックというか、うんうん、あこんなにもまだ世の中は女性、うん、独身の女性に対して厳しいんだなということを本当に思いますね、うんうん。ってなるともうこの解決策みたいなことを見出すのはもう根本的なところからやらないとこの問題はなくならないし。 どどんん増えててくっっことになちゃう結構最後の方に具体的なんかあのアドバイスがあって今すでにんかね持ち家のある人は早めに売った方がいいとかねねそうです例えばそれ持っててそれを買い替えようかなとか迷ってる人はもしかしたら今はもう不動産がピークをつけてるかもしれないので売っちゃってで現金化してそれをどうやって活用するか値下がりするまで待って。 買い直すとかあとはそれこそ半分ダウンサイジングみたいにして今持ってるところよりもちっちゃいところに住み替えることによってダウンサイジングしたあまりのお金を投資してそれを自分の現金収入にするとか多分いろいろやり方があると思うんですねでもそれは持ってるからですよねあと持ってる方の場合はリバースモーゲージというふうに高齢者になってからの使えるやり方もあったりしますから。 まあその辺は本をぜひ読んでいただきたい、はい、持ってる人、持ってない人、ね、あの借りたい人、いろんな人、あのこんな方法があるよって具体例が載ってます。本沢かな子さんの、えー、著書「老後の家がありません。シングル女子は定年後どこに住む」中央公論新社から好評販売中です。シングル女性が家を買うとき、借りるときに知っておきたいポイント、選択肢を学ぶことができます。もちろん、うん、シングル女性以外の方にもヒントがいっぱいです。私メインディッシュ。 本日のゲストは、元沢夏菜子さんでした。ありがとうさん、ありがとうございます。ありがとうございます。